フォードコスワース HB エンジンフォードコスワース HB エンジンはフォードの資金提供を受けたコスワースによって製作されたフォーミュラ一用エンジンターボエンジンによって長年会一に君臨し続けたフォードコスワース DFV エンジンが駆逐された後その発展系である DFZ、DFR がチームに供給されていたがさらなる速さを求め全く新しいエンジンを ベネトンのために製作することになった。HB エンジンの開発は、1987年のレギュレーション改正によって、自然吸気エンジンの排気量上限が 3500cc となったことに橋を発している。それまで使用していた DFV やダフィは 3000cc のなエンジンであったので、新たにエンジンを作る必要性に迫られた。そこで DFV の改良版である、 DFZ や DFR 排気量 3500cc が製作されたが、さらに速さを求め、新設計エンジンである HB シリーズを製作することになった。このエンジンはワークスチームであるベネトンの新車 B189 と共に1989年開幕にデビューする予定だったが、エンジンの欠陥により、それはフランス GP まで待たなければならなかった。 1991年からジョーダンに供給されたのを皮切りに1992年からは DFR に代わってカスタマー供給された。ワークスであるベネトンには1994年に新型ゼテック R が供給されたがカスタマー供給は1994年まで行われ1995年以降はレギュレーション変更により排気量が再び 3000cc となった。 また1991年には当時フォード参加だったジャガーにも HB エンジンが供給された。このエンジンはスポーツカー世界選手権に参戦するジャガー XJR-14 に搭載され、ジャガーが同年の SWC シリーズチャンピオンを獲得するのに貢献している。HB エンジンは HB シリーズマイナスのように後ろにローマ数字を振ってバージョンを示している。 1993年まで毎年ワークスチームに新型が投入され続けた。最新型エンジンは基本的にワークス契約を結んでいたベネトンに供給され、カスタマー供給のチームには原則ワークスの一からにバージョン落ちのスペックのエンジンが供給された。しかし、1993年はベネトン、マクラーレン、フォード3社の合意により、 第9戦イギリス GP からはマクラーレニエもワークス供給の体制が取られた。シリーズ6とシリーズ8については、それぞれシリーズ V、シリーズ7の高回転型仕様として開発されたこともありピーキーなトルク特性を持つため、供給を受けるチームではサーキットの特性により使い分けが行われた。ありがとうございます。